それでは、男と女、左と右の4文字ですね。バランスよく書ける方法を簡単にご説明していきますね。じゃあ、男からいきます。まず、縦を書きますが、少し内側に入れていきますね。縦よりも横を少し長くして、左と1画目と同じように内側に入ってきます。で、中心を狙って、で、間隔角度を揃えて閉じます。そしたらここはあまり開けすぎないですね。この幅よりも狭いぐらいです。じゃあこれに平行ですね。少しこの幅よりも広く持ってきます。で、縦を斜めに持ってきますが、この長さ、この長さが似たような長さでいいですね。内側に入って抜きます。じゃあ中心からこれに平行に近い感じで抜いてきた時に、こちらよりも少し上で終わると良いです。女に行きますね。45度か、ちょっと立ち気味ぐらいで持ってきますね。で、ここ90度に近いぐらいで折り返して、ちょっと反りを入れて、上よりも下を短くですね。そしたらこの線に平行に持ってきて払った時に、だいたい同じ長さぐらいですね。そしたら、この交わったところの少し上ですね。ここを狙って伏せる位置を少し長めに持ってきます。じゃあ左に行きます。まず少し右上がりの位置ですね。じゃあ中心、中心から立てて払ってきます。その時に、ここが1としたら下が2倍ぐらいで下を長く持ってきますね。で、この横線の下の部分、ここを3等分ぐらいして、上3分の1あたりにこの線を持ってきます。ソロ線ですね。じゃあ中心を狙って持ってきた時に、この幅よりも少し広くします、ここをね。そしたら上の2倍ぐらいで真横に止めますが、この払いの中に収まるように持ってくると良いです。じゃあ右に行きます。まず立てて払ってきますね。そしたら、そうですね、これを3等分した時の3分の1あたりを通る感じで横の長い位置を持ってきます。そしたら、この線の下の部分の半分よりちょっと下あたりですかね、そのあたりから持ってくるんですが、ここの間隔をだいたい同じになるようなところにこれを打つ感じですね。じゃあ縦よりも横を長く内側に入って、真横に止めた時に、口の止め方だからこことここを残します。